ブリティッシュコマンドスとは、イギリス軍が有したコマンド部隊である。第二次世界大戦中の1940年6月、ウィンストン・チャーチル首相の命令によって編成された。その主たる任務は、ナチス・ドイツ占領下のヨーロッパにおいて様々な特殊任務を遂行することであった。当初は、イギリス陸軍からの志願者で編成されていたが、 あとに海軍及び空軍を含むイギリス全軍からの志願者や占領地出身の外国人義勇兵なども大勢加わった。第二次世界大戦を通じて、ブリティッシュコマンドスの戦力は30個以上の小部隊と4個の戦闘旅団を数え、その活動範囲は北極圏から欧州、中東、東南アジアなど多岐にわたった。多くの場合、 ブリティッシュコマンドスは少数編成部隊で活動し、連合軍主力の前進に先立って、空挺効果や敵前上陸によって敵地に侵入することを求められた。戦後、ブリティッシュコマンドスは解体され、部隊としてはイギリス海兵隊の第3コマンド旅団のみ残された。ただし、現在の海兵隊コマンド部隊や陸軍空挺連隊、特殊空挺部隊、 特殊集艇部隊などの部隊は、かつてのブリティッシュコマンドスに起源を持つ。また、フランス海軍の海軍コマンドやオランダ陸軍のコマンド軍団、ベルギーのパラコマンド旅団、アメリカ合衆国の陸軍レンジャーなどはいずれもブリティッシュコマンドスからの影響を受けている。1940年6月、イギリス軍における特殊活動部門として、コマンドスの編成が始まった。ダンケルク撤退の後、 英国首相、ウィンストン・チャーチルは、部隊の再編成と装備の収集がドイツへの打撃となり、英国の指揮を支えるのだと語った。チャーチルは、統合参謀本部にて、ドイツ占領下のヨーロッパに対する構成を検討する会議が開かれた際、例えば敵地沿岸を恐怖で支配できるような、カルドのように特殊な訓練を積んだ部隊を用意しなければならないと語った。これに先立って、 参謀将校、ダドリー・クラーク中佐が、帝国参謀総長のサージョン・ディル大将に対して、類似の提案を行っている。チャーチルの言葉を受け、ディルは、クラークの提案を承認し、1940年6月23日には、最初のコマンド攻撃が行われた。サー・ロバート・レイコック少将、ノルマンディ上陸作戦直前、海兵隊コマンド部隊を越兵する。当時、 特別活動の志願者は陸軍の一部からのみ募集することが認められていた。新たな特殊部隊の構成員もある解散した師団の独立中隊から調達された。この中隊は在ノルウェーの国防義勇軍の隊員によって構成されていた。1940年秋までに2000人以上の志願兵が集まり、 1940年11月には JC ヘイドン順将によって4個大体規模の特殊任務旅団に再編成された。この特殊任務旅団は間もなく12個部隊による編成となり、コマンドスと呼ばれるようになる。コマンドスに所属する各コマンド部隊は、概おおね450人の将兵によって構成され、指揮官は中佐が務めた。また、 コマンド部隊には75人ずつの小隊と15人ずつの分隊という下級編成が存在した。所属する隊員らの身分は核原隊からの出向という形をとっており、彼らはベレーに原隊の連隊賞を着用し、給与も核原隊から支払われていた。コマンドスは合同作戦司令部に直属して作戦行動を行った。 最初に合同作戦司令部司令官として選ばれたのは第一次世界大戦中にガリポリの戦いやゼーブルフヘ襲撃に参加したサーロジャー・キース海軍大将である。キースは1941年10月に職を退きルイス・マウント・バッテン中将がこれを継いだ。そして1943年10月にマウント・バッテンから職を継いだロバート・レイコック少将が 最後の合同作戦本部司令官となる A 本土において編成されたコマンド部隊を以下に示す。また、同時期に中東戦線において編成されたコマンド部隊を以下に示す。第10、国際コマンド部隊は占領地や敵国からの志願兵によって編成されていた。同部隊は最大のコマンド部隊でもあり、フランス、ベルギー、ポーランド、ノルウェー、オランダ。 そして第 3X 小隊と呼ばれる部隊の将兵によって構成された。第 3X 小隊は敵国人正隊と通称されており、1944年には雑多招待と解明されている。ナチスドイツの政策による何らかの迫害を受けて政治亡命を果たしたドイツ人やオーストリア人、東欧諸国出身者やユダヤ人などが同部隊に所属した。 いくつかのコマンド部隊は、当初から特定の任務に従事する旨が定められており、例えば第2コマンド部隊は落下山を用いる空挺部隊としての活動が想定されていた。1940年6月、第2コマンド部隊は降下訓練を開始するとともに、第11特殊空挺大隊と解消され、最終的に第1空挺大隊に再編された。なお、この後に、 新たな第2コマンド部隊の編成が行われている。その他のコマンド部隊は、レイホースと呼ばれる大編成に加えられ、中東戦線へと派遣された。後の SAS や SBS はこのレイホースの生き残りを再編成したものだとされている。第14、北極圏、コマンド部隊は、北極圏における作戦を想定した特殊訓練を積んでおり、小型ボートやカヌーによる、 輸送戦乱襲撃を主任務とした。第30コマンド部隊は情報収集を主要な任務としており、隊員は敵国文書の解読、創作技術、会場技術、保養確保技術、写真撮影、及び脱出などに関する訓練を受けていた。第62コマンド部隊は小規模襲撃部隊とも呼ばれ、55名の隊員は特殊作戦執行部の指揮下に置かれていた。 それと、第62コマンド部隊が展開した作戦としては、西アフリカ沿岸に存在する、スペイン領のことをフェルナンドポートにて行われた、ポストマスター作戦などが知られる。1941年2月、コマンドスは再編成された。10個招待規模だった各コマンド部隊の編成は、部隊本部と6個招待による編成に改められた。 各招待は3人の将校と62人の兵下士官から構成される。この人数は教習用陸艇2隻分の搭乗可能兵員数に合わせたものである。また、新編成では、グレン型揚陸艦1隻で2個、コマンド部隊を、オランダ型揚陸艦1隻で1個、コマンド部隊を完全に搭載することができた。招待には1両の招待乗用、車両、12両のオートバイ、 二両の 15CWTQ トラック、一両の三トン級トラックが配備された。これらの車両は部隊の運営管理及び訓練においてのみ使用することを想定しており、コマンド部隊の作戦行動に投入することは意図されていなかった。1942年2月、イギリス海兵隊は独自のコマンド部隊編成に着手し、以下に示す9つのコマンド部隊が編成された。 さらに1943年には2つの新たなコマンド部隊が編成されている。1つは海軍のロイヤルネイバルコマンドスである。この部隊は水陸両用作戦における共闘歩の確保と維持に関する任務に従事した。もう1つは空軍のロイヤルエアフォースコマンドスである。この部隊は敵地において破壊された滑走路を修理、または臨時滑走路を構築して、 航空展開能力を確保することをその任務とした。ベーゼルにて、ビッカース機関銃を展開するコマンド部隊銃火器、小隊1943年、再びコマンド部隊の編成が変更される。新たな編成では、1個、コマンド部隊が、部隊本部と5個戦闘小隊1個銃火器小隊1個、信号小隊まで縮小された。 戦闘小隊は65名の将兵で構成され、30名程度の分隊2つに分割される。また分隊は10名程度の半3つに分割された。重火器小隊は3インチ迫撃砲分隊飛び、カース、機関銃分隊から構成された。この再編の頃から、各コマンド部隊には、作戦行動に投入し得る車両の配備が行われた。すなわち、一両の小隊常用。 車両、15両のオートバイ、10両の15、CWT トラック、3両の3トントラックである。加えて、重火器小隊には7両のジープと牽引車が配備され、戦闘小隊と部隊本部には1両ずつのジープが配備された。これらの車両によって、部隊本部、重火器小隊2個戦闘小隊を収容することが可能であった。この再編成を経て、コマンドスの任務は、 当初のような小規模な襲撃作戦からより大規模な物と徐々に拡大されていった。そして来たるべき連合国軍の上陸作戦において先方を務めることを見越し、コマンドスカラ4個旅団規模の派遣が計画された。同時に従来の特殊任務旅団本部はロバート・スタージェス少将を指揮官に迎えて特殊任務軍本部に改組された。 そして合計20個編成されていたコマンド部隊のうち17個によって4個特殊任務旅団の編成が行われた。残る3つのコマンド部隊は以後も小規模な襲撃作戦に従事するために旅団編成からは除かれた。しかし出動回数が増加するに従って志願兵が不足し補充を行うことが難しくなってきたため1943年末までに これら3つのコマンド部隊は解散を余儀なくされた。以後、小規模な襲撃作戦は、第10国際コマンド部隊から抽出された、フランス人義勇兵の2個小隊によって行われた。1944年、作戦保持コマンド本部が結成される。作戦保持コマンド本部は2つの主要な下級部隊として、陸軍及び海兵隊の保持コマンド部門を有していた。 これらはいずれも5個小隊と1個重火器小隊からなり、全員がコマンド部隊としての訓練を完了していた。これらの部隊の目的は、実際に戦場に展開しているコマンド部隊に代替兵員を供給することであった。1944年12月、4個の特殊任務旅団はコマンド旅団として再編成された。1940年の結成当時、 コマンドスター員の訓練は各コマンド部隊の指揮官に一任されていた。ダンケルク撤退による装備の不足は英軍全体の訓練に支障をきたしていた。1940年12月、中東戦線における訓練及び平坦の責任を担う中東コマンド部隊が編成される。1942年2月、ハイランド地方。 アクナキャリーにて、チャールズ・ヘイドン順将の指示に基づき、コマンド訓練本部が設置された。指揮官、チャールズ・ボーン・チューサのもと、コマンド訓練本部では、コマンドス隊員及び、交代要員の訓練が行われた。訓練内容は、英陸軍の基礎訓練を発展させたものだったが、当時としては、非常に革新的かつ厳しい訓練とみなされていた。訓練本部要員は、志願兵の中から、 コマンドスタインにふさわしい能力を備えるものを注意、深く選別した。訓練及び評価は、訓練本部到着後直ちに開始される。志願兵は、まずスピアンブリッジ鉄道駅から、コマンド訓練本部までの8マイルを完全軍装で、抗軍しなければならなかった。抗軍の前、ボーンは、志願兵に対して、コマンドスタインは当然ながら屈強でなければならず、 仮に行軍に失敗したならば十分に現体へ送り返す理由になるだろうと強調した。演習の際には実弾や爆発物を積極的に用いて可能な限り現実的な状況を再現した。基礎的な体力を向上させるためにクロスカントリー、ランニングやボクシングも取り入れられた。スピードと持久力を向上させるためにアーカイブ湖周辺ではアサルトコースとして知られる。 厳しい登山訓練が行われており、湖を越えるジップライン訓練も行われた。また、これらの山岳訓練は常に全ての武器装備を携行した状態で行われた。その他にもとか、登山、武器取り扱い、非武装の戦闘、地図の使用、小型ボート想定などの訓練が昼夜を問わず行われた。訓練兵らは、カンバスの簡易店とないし日戦式兵舎で非常に、 原始的な生活を強いられ、食事は自分たちで調達、調理する必要があった。一方で、軍事的儀礼も重要視されており、例えば証拠へ敬意を示すのは当然のことで、制服は常に清潔を保ち軍家も磨かれていなければならなかった。すべての訓練過程を完了すると、最終演習として、実弾を使用する夜間沿岸上陸訓練が行われた。 ブレーマーには小規模ながら、コマンド山岳及び雪上戦訓練キャンプとして知られる訓練拠点が設置されていた。この拠点は司令官、フランクス・マイス空軍少佐と主任教官、ジョン・ハント陸軍少佐によって運営されていた。彼ら二人の幹部は共に登山家としてその名を知られていた。訓練は、北極圏での作戦行動を想定しており、雪山登山や崖登り、 小型集定及びカヌーの取り扱いなどが含まれた。また、雪上での戦闘だけではなく様々なサバイバル手法、ドホナイシスキーによる雪上移動の訓練も行われた。1943年、訓練プログラムに大きな変更が加えられる。以後、訓練内容は戦闘不評たる任務に対するものが集中し、襲撃任務に関する訓練は縮小された。 この頃から、友軍の砲兵や官報、空軍に対して要請を行うための訓練も追加されたが、最重視されたのは2つ以上のコマンド部隊が旅団と共同して活動するための合同訓練であった。終戦までに2万5千人の将兵がアクナキャリーのコマンド過程を終了した。この中には、英国の志願兵だけではなく、ベルギー、フランス、オランダ、ノルウェー、 ポーランドなど外国出身の志願兵、あるいはコマンドスをモデルに結成された、米陸軍レンジャーの隊員なども含まれる。フェアバーン、サイクス戦闘内フ襲撃部隊としてのコマンドスは、通常は不評大隊ごとに配備されている、重火器が配備されていなかった。消火器は、当時英陸軍で標準装備されていたものとほぼ同様である。 多くの小銃種は DN フィールド小銃で武装し、支援下器にはブレンガンが用いられた。トンプソン短期艦銃も理想的な短期艦銃として採用されたが、より安価かつ軽量なステンガンも対戦末期まで使用された。通常の英陸軍風評と比較して、コマンドスはより多くのブレンガンやトンプソンを支給されていた。当初はウェブリーリボルバーが 標準的なサイドアームとして採用されたが、すぐにトンプソンと同じ弾を使用するコルト、45ピストルに更新されている。特に、コマンドス向けに開発された銃器の一つとしては、デリーズルカービンが知られている。これは、DN フィールド小銃を原型として、消音器を取り付け、トンプソンなどと同様の、45ACP 弾を使用できるようにしたものである。 襲撃作戦において保証などを殺傷するために使用された。デリーズルはいくつかの作戦では有効に活用されたものの設計ごまもなくコマンドスの任務がより大規模なものに転換されたために生産がキャンセルされている。フェアバーン、サイクス戦闘ナイフはコマンドス向けに設計された白兵専用装備だが現地ではその他にもコンボなど複数の武器が 近接戦闘で用いられていたという。一部では、ボーイズ対戦車ライフルや2インチ迫撃砲などの重装備も運用された。1943年以降は旧式化したボーイズがピーットに更新される。後の編成変更によって生まれた重火器小隊には3インチ迫撃砲とビッカース機関銃が配備されていた。コマンド部隊におけるビッカース機関銃の配備は、 専人の機関銃大隊を組織する通常の A 陸軍不評師団とは異なっていた。ノルマンディ上陸作戦に参加するコマンドス。緑色のベレー帽を着用し、ベルゲンリュックサックを背負っている。当初、コマンドスは他の A 陸軍部隊と区別されず、ンヘ兵らは現代の連隊将や部隊将を引き続き着用していた。後に第二コマンド部隊は、 全商兵に対して、スコットランドの帽子飾りを採用し、また、第11、スコティシュコマンド部隊では黒い羽飾りのついたタム、オシャンター棒ーを聖帽として採用している。中東コマンド部隊では、ナックルダスターの帽子を取り付けた、ブッシュハットが聖帽だった。この帽子は、同部隊が採用していたマーク1トレンチナイフを模したものだという。年、コマンドスは、 全部体共通の性暴及び帽章として、緑色のベレー帽と合同作戦司令部のベレーフラッシュを採用した。襲撃作戦を重視していたため、隊員は装備を可能な限り軽量化する必要があった。そのため、彼らは防毒装備や大きな雑能を装備せず、英軍で標準的だったブロディヘルメットではなく、キャップコンフォーターを着用した。 さらに銃弾ブーツとして知られる重い軍艦の代わりに音を立てず移動するために軽量かつゴム艇の運動靴を着用することも多かった。全体員はトグルロープを携行しており、これは崖などの障害物を回避する場合にいくつかを接続してより長いロープとして使用することができる。ボート乗船中は安全のために膨張可能な救命浮き輪を着用していた。多くの銃弾、 爆発物を運ばなければならなかったコマンドスは、ベルゲンリュックサックを採用した最初の部隊であった。戦闘服の上には、バトルジャーキンとして知られる戦闘ベストを着用した。また、かつて空挺部隊で採用されていた迷彩のデニソンスモックは、後にコマンドスの標準装備となった。最初のコマンド攻撃は1940年6月23日に行われたカラー作戦である。 厳密には、コマンド部隊は投入されていないものの、前進の一つである、第11独立中隊が投入された。彼らに課せられた任務は、南仏沿岸のブローニュシュルメールトルテュケでの威力偵察で、作戦はロニートと少佐によって指揮された。作戦は一部成功し、少なくとも2名のドイツ兵が殺害された。一方イギリス側の被害は、 オブザーバーとして同行していたダドリー・クラーク中佐が負傷したのみである。二度目の攻撃であるアンバサダー作戦は決して重要な作戦ではなかった。1940年7月14日シニア第3コマンド部隊 H 小隊と第11独立中隊の将兵がドイツ占領下のガーンジー島に潜入した。ところがある部隊は間違った島に上陸し、 別のグループは上陸用州艇が浸水して脱出を余儀なくされた上に溺れかけるなど作戦開始直後から混乱が見られた。さらに情報部からは島に大規模なドイツ軍の兵舎が存在すると報告していたが上陸したコマンドスが発見したのは無人の建物ばかりであった。その上上陸した浜辺に戻ると海が荒れたために州艇が沖合に流されており彼らは待機している。 駆逐艦まで泳がねばならなならかっっったた投入される戦戦力は作戦目標によって異なった最小規模の作戦は第6コマンド部隊の隊員2名によって遂行された JV 作戦であり、また最大規模の作戦は1万500名のコマンドスタインが投入されたジュビリー作戦である。ガントレット作戦のように数日間かけて行われる襲撃任務もあったが、 多くの作戦では襲撃のために一晩のみが費やされた。1940年から1944年にかけて北西ヨーロッパでは57回もの襲撃作戦が実施され、そのうち36回はドイツ占領下のフランスが舞台となった。その他、ノルウェーでの襲撃が12回、チャンネル諸島での襲撃が7回、ベルギー及びオランダでの襲撃が1回ずつ行われている。 回数を重ねるごとに、襲撃の基本戦術は徐々に変化していった。史上最大の襲撃作戦とも呼ばれるサンナゼールへの襲撃など、コマンドスは多くの任務を成功させたが、その一方で、アクチント作戦やマスケットーン作戦のように、作戦中に多くの戦死者や捕虜を出すことも多くなってきた。こうした小規模な襲撃はすでに効果的ではなく、 また守備隊を刺激し沿岸部の守備が強化される恐れがあるとして1944年半ばまでにロバート・レイコック少将の命令によって中止されたアーチェリー作戦中のコマンドスタイン左の兵士はトンプソンサブマシンガンで武装しているノルウェーにおける最初の襲撃作戦は1941年3月に第3及び第4コマンド部隊によって実施された クレーモア作戦である。この作戦は、イギリスが初めて行った比較的大規模な襲撃作戦としても知られる。ロホーテ天諸島に潜入したコマンドスは、魚油工場と燃料集積所、11隻の船舶を爆破して216名のドイツ人を捕虜に取り、さらに独軍の暗号機と暗号表の回収に成功している。1941年12月、 二つの襲撃作戦が行われた。一つは12月26日に第12コマンド部隊によって行われたロホートアンクレット作戦と呼ばれたこの襲撃ではクリスマスを祝っていたドイツ軍守備隊はいとも簡単に無力化された。この二日後、コマンドスは二度目の襲撃を行った。これは牧西島に対する大規模な襲撃作戦でアーチェリー作戦と呼ばれた。 アーチェリー作戦には、第2、3、4、6コマンド部隊と英海軍の戦団、そしていくらかの航空支援戦力が参加した。コマンドスは、工場と倉庫、8隻の船舶を爆破しただけではなく、ドイツ守備隊にも相当の被害を与えている。その後、ドイツ側では3万人の守備隊員と海軍の主力艦隊をノルウェーへ増援として派遣し、 沿岸及び内陸部の防衛を強化した。アーチェリー作戦中、負傷者を揚陸艇に運ぶコマンドス隊員1942年9月、第2コマンド部隊の隊員がグロムフィヨルド水力発電所に対する襲撃に参加した。コマンドス隊員は潜水艦から上陸し、いくつかのパイプライン、タービン、トンネルなどを破壊することに成功した。グロムフィヨルド発電所は、 完全に発電能力を喪失し、これに頼っていた同地のアルミニウム工場は放棄された。なお、作戦中に1名のコマンドスタイが死亡し、また7名が脱出の際に捕虜となっている。捕虜となった7名の隊員は、コルディッツ城で一時収容された後に、ザクセンハウゼン強制収容所へと送られ、全員が処刑された。彼らは、コマンドスタ員ンの即時処刑を認めた。 いわゆるコマンド指令の最初の犠牲者であった。残る3名のコマンドスタインはどうにかスウェーデンへと到達し、第2コマンド部隊に復帰した。1943年第10、12、14コマンド部隊に所属するノルウェー人義勇兵は、英海軍が展開していたノルウェー沿岸での戦団襲撃任務を支援した。コマンドスタインらは海軍の高速魚雷艇に乗り込み、 予備の戦力としての役割を果たしたほか、海軍部隊が停泊するフィオールド港の守備部隊として働いた。1943年4月には、第14、北極圏、コマンド部隊の隊員7名が、ハウゲスン付近での戦乱襲撃作戦、チェックメイト作戦に参加した。彼らは、リムペットマイを使用して、複数の船舶を沈没させたが、最終的に捕虜となり、作戦ゼン。 または、ベルゲンベルゼン収容所にて処刑された。ドイツ軍はこれらの襲撃に対して在ノルウェー、守備部隊を大幅に増員した。1944年には守備隊の戦力は37万名まで拡大されていた。これに比較して、当時英陸軍に所属した不評は18,347名であったという。チャンネル諸島では7つの特殊任務が、 コマンドスによって遂行された。アンバサダー作戦は最初にしてチャネル諸島における最大の作戦である。同作戦には1940年7月14日深夜に実施され第3コマンド部隊と第11独立中隊から合わせて140名が参加した。その後の襲撃はより小規模なものばかりであった。1942年9月。 第62コマンド部隊の隊員12名によって実施されたドライアド作戦では7名のドイツ人捕虜と暗号表を確保している。ブランフォード作戦は将来行われるであろうオルダニー島前の襲撃任務に備えて有力な支援を行える砲撃陣地の候補地を選定する偵察任務であった。ブランフォード作戦の数日後、オルダニー島襲撃が実行に移されている。 同年10月、第12、62コマンド部隊の隊員12名は、サーク島への襲撃に参加した。彼らは4名のドイツ兵を殺害し、1名を捕虜にした。その他のチャンネル諸島における襲撃は成功したとは言い,い、がたい。1943年1月に行われた、ハッカバック作戦は、ハーム島に対する襲撃作戦だったが、これは明らかな失敗であった。 島に接近したコマンドスターインは3回の失敗を重ねた後に、ようやく崖を登り切ったものの、島民やドイツ兵の痕跡を発見できなかった。続いて行われたのは、1943年12月のハードタック作戦28号及び7号である。ハードタック作戦28号はジャージーに対する襲撃作戦だったが、地雷原にて2名の戦死者と1名の負傷者を出して、 失敗に終わった。地雷の爆発によって、ドイツ軍守備隊に存在を察知され、作戦の中止を余儀なくされたのである。ハードタック作戦7号は、サーク島への二度目の襲撃作戦だったが、結局サーク島の切り立った崖を登ることができなかった。ために、作戦は放棄され、隊員らはそのまま、A 本土へと帰還した。年の間、中東コマンド部隊とレホースは、 地中海にて、いわゆるハラスメント攻撃に従事し、ドイツ軍に混乱を引き起こそうと試みていた。レーホース決戦当時、英国はイタリアを破り、戦線の優位を保っていた。コマンドスによるロドス島占領計画が持ち上がったのも、同じ時期であった。しかしドイツアフリカ軍団の切れないか到達とドイツの、ユーゴスラビア及びギリシャ侵攻の開始などを受けて、 戦略的見通しを大幅に変更する必要が出てきた。レイホースがエジプトに到着したのは3月になってからだったが、状況は芳しくなかった。3月にはラスター作戦と称される英連邦軍のギリシャ派遣が始まっていたが、この作戦中コマンドスは通常の予備戦力として扱われた。ギリシャの戦況が日々悪化の一途をたどる中、コマンドスは 他の陸軍部隊と共に通常の戦闘に参加することを求められ、その結果ロドス島攻撃など当初計画された特殊作戦を実施、達成できる見込みはほとんどなくなってしまった。1941年5月、レーホースの大半はクレタ島の戦いに増援として派遣された。彼らは攻撃的な役割ではなく南側の脱出経路確保という任務に従事したが、 彼らの装備はこの任務に適したものではなかった。迫撃砲や野砲といった間接射撃による火力支援を行える装備は存在せず、ほとんどの隊員は小銃内し軽機関銃を携行していた。5月31日には弾薬や食料、水などの不足によって、レーホースはスファキアへの撤退を強いられた。最終的に隊員の多くは捕虜と成島に取り残された。 クレタ島に派遣されたコマンドス隊員およそ800名のうち、およそ600名が戦死内し行方不明、あるいは重傷者とされており、無事に島を離れた隊員はわずか179名だったという。1941年4月、第7コマンド部隊の隊員がバーディア教習に参加したが、1941年7月末までに、レーホースの戦力は大きく消耗していた。 多くの場合、増援は期待できなかった。やがて、バーディや教習は、作戦上の困難にさらされ、上級司令部は、コマンドスを有効に活用することができなかった。こうした状況の中、最終的に、レーホースの解体が決定した。パートリッジ作戦後の朝を迎えた第9、コマンド部隊の隊員。1943年12月30日。 ガディラーの川付近にて、1942年11月、第1、6コマンド部隊は、統治作戦の一環として、アルジェリア上陸部隊の先鋒を務めた。当時、メルセルケビール海戦など複数回の衝突を経て、英国とィシーフランスとの間で緊張が高まっていた。ため、投入されたコマンドスターンにはそれ以上の緊張を避けるべく、 アメリカ軍の軍服と装備が与えられた。統治作戦を皮切りに、チュニジアの戦いの幕が開き、第1、6コマンドは1943年2月から3月にかけてのセジェナネの戦いに参加した。それぞれのコマンド部隊は4月まで戦線に残り、その後北アフリカ戦線からの撤退が決定した。すでに本国から正規不評部隊の補充は行われず、 戦力を減じたこれらの2部隊は期待された働きを果たせなくなっていたのである。1943年5月、第2、3、海兵隊40、41コマンド部隊を含む特殊任務旅団はシチリア侵攻に参加するために地中海へと派遣された。最初に投入されたのは2つの海兵隊コマンド部隊で、彼らは本体に先んじて上陸を果たしている。 1943年11月には、第10国際コマンド部隊のベルギー人及びポーランド人隊員によって結成された第2特殊任務旅団がイタリア戦線に派遣されている。クイーンズ連隊第26大隊が合流に失敗した折、彼らポーランド部隊は代わりに単独でドイツ占領下の村を制圧している。1945年4月2日、 第2特殊任務旅団は第2コマンド旅団と改名され、北東イタリアコマッキオにおけるロースト作戦に参加した。この作戦はドイツ軍をボウ側の向こうまで押し返し、イタリアから排除することを目的とする大規模な春季攻勢における最初の攻撃であった。3日間にもわたる激戦の末、コマンドスはコマッキオからアドリア海に至る一帯のドイツ軍を一掃し、 英陸軍第8軍の側面に合流している。この構成の成功により、主構成はアルジェンタ峠ではなく、沿岸に沿って行われることになる。なお、ロースト作戦に参加した将兵のうち、SAS のアンダースラッセン少佐と第43、海兵隊コマンド部隊のトムハンター号長は、死後ビクトリア十字章を追造されている。第15代ロバット強サイモンフレーザーと第4、 コマンド部隊の隊員。ディエップの戦い直後の撮影。1940年から1944年にかけてフランスでは36回の特殊作戦が展開された。これには10名から25名程度で行われた小規模なものも含まれる。多くの大規模な特殊作戦ではしばしば一個ないし複数のコマンド部隊が投入された。1942年3月。 第2コマンド部隊に加えて、その他7つのコマンド部隊から募った爆破工作のエキスパートらはサンナゼール教習に参加した。小型船舶18隻を率いてサンナゼール沖に進出した駆逐艦キャンベルタウンはノルマンディードックのゲートに昇格突撃を行った。これにこうして軍港に潜入したコマンドスはドイツ軍守備隊と交戦しつつ、 ドックの主要な施設を破壊した。突入から8時間後、キャンベルタウンに仕掛けられていた爆弾が爆発し、ドックのゲートを吹き飛ばした。この爆発で、ドイツ人、フランス人合わせて360名程度が死亡したという。チャリオット作戦には、コマンドス以外にも、全軍から611名が参加し、そのうち169名が、戦死、200名が捕虜となり、 無事帰還を果たしたのは242名であった。またコマンドスタインは241名が参加していたが、うち64名が戦死ないし行方不明となり、109名が捕虜となっている。オーガスタス・チャールズ・ニューマン中佐、トーマス・デューラン軍曹ら2名のコマンドスタインと3名の海軍軍人が後にビクトリア十字章を受章している。 その他8名もチャリオット作戦での戦功を称えて何らかの勲章を受賞している。1942年8月19日、フランス沿岸の町ディエップに対して大規模な上陸作戦が実施された。攻撃の主力は第2カナダ不評師団で第3、4コマンド部隊がこれを支援した。第3コマンド部隊の任務は ディエップ上陸に先立って、ベーネバルという集落に設置されたドイツ軍、沿岸砲陣地を無力化することであった。ところが、第3コマンド部隊を搭載していた、揚陸艇部隊は、ドイツの沿岸警備船団に発見され、速やかな上陸を行えなかった。副隊長、ピーター・ヤング少佐率いる一握りの隊員はどうにか、上陸に成功し、鉄条網が廃された崖を登った。 最終的に18名のコマンドスタインが沿岸砲陣地に接近し、消火器を用いた攻撃を行った。沿岸砲そのものを破壊することはできなかったが、コマンドスタインらは砲兵らを狙撃することによって、主力部隊への砲撃を阻止したのである。第4コマンド部隊は、第10国際コマンド部隊及びアメリカ陸軍レンジャーと共に上陸を果たし、 バランジュビルの砲兵陣地を破壊した。ディエップの戦いで、英軍は大きな損害を被ったが、第4コマンド部隊の隊員は、ほとんどが無事に帰国を果たしている。第4コマンド部隊のパトリック・ポーティアス隊員はこの、戦いの後に、ビクトリア十字章を受章した。1944年6月6日のノルマンディ、上陸作戦には、コマンドスから2個特殊任務旅団が投入された。 第一特殊任務旅団は、英陸軍第三不評師団に続いて、ソードビーチに上陸した。彼らの任務は、夜間に降下した、英陸軍第六空挺師団と共同し、北部側面とウルヌ川に架かる橋を確保することで、あった。コマンドスは、ウイストロアムの町を確保し、1 6トル先のペガサス橋に向かった。橋に到達したコマンドスは、 その後撤退を命じられるまで、オルヌ共党補佐側面にて戦った。二つの旅団は共に10週間以上ノルマンディで戦い続け、サイモン・フレーザー巡将を含むおよそ1000名の犠牲者を出している。海兵隊の第4特殊任務旅団もまた、ノルマンディへの上陸に参加している。第48海兵隊コマンド部隊は、ジュノービーチの左側面に展開し、 また第41海兵隊コマンド部隊は、ソードビーチの右側面に展開して、リオンシュルメールへの攻撃に参加している。第48海兵隊コマンド部隊の上陸地点に、ほど近いサントシュルメールは強固な防衛陣地が設営されており、上陸時に40%もの隊員が戦死した。第47海兵隊コマンド部隊は、ゴールドビーチのアスネルスなる集落の付近に上陸した。 上陸の際、揚陸艇5隻が、嫌いに触れて沈没し、隊員420名のうち76名が死亡した。この損害は、彼らに与えられたポール・アンベスさんの確保という任務を1日、遅延させた。1944年11月1日にソヘルデーの、戦いが始まると、第4特殊任務旅団は、ワルヘレン島に対する海上からの攻撃作戦に、投入された。 この作戦では2方向からの同時攻撃が計画されており、海上からコマンドスが接近する一方で、第2カナダ不評師団と第52師団が土手道を通って攻撃を行うこととされていた。第4コマンド部隊はフリ信援ンンに上陸し、また第41及び第48海兵隊コマンド部隊はウェストカペッテに上陸した。 第47海兵隊コマンド部隊は予備部隊として、第41及び第48に続いて上陸した。第48コマンド部隊は前進し、南方に展開している第4コマンド部隊との合流を目指した。上陸初日、第41コマンド部隊は、ウェストカペッテの砲兵観測塔を制圧し、続けて、市街地の総統を行った。そして海岸線に沿って前進し、 沿岸防衛施設の攻略に当たった。第48コマンド部隊は日没までに、ウェストカペって南部のレーダー基地と、砲兵陣地を制圧した。11月2日、第47コマンド部隊は、第48コマンド部隊と共に前進し、ザウテランでの砲兵陣地を攻撃した。この攻撃は失敗し、多くのコマンドスタインが死傷した。この中には、 すべての小重傷隊長が含まれる。翌日、第47コマンド部隊は、第48コマンド部隊の援護を受けつつ、再びザウテランでの砲兵陣地を攻撃した。二度目の攻撃は成功し、さらに前進を続けて、第4コマンド部隊との合流に成功した。こうして、ほとんどの砲兵陣地が制圧されたことにより、ようやく海軍は、 アントワープの総会任務を開始することができた。11月5日、第41コマンド部隊はドンブルフ北東に残されていた最後の砲兵陣地に対する攻撃に乗り出した。旅団は前戦力をこの攻撃に集中させるべく部隊の移動を行ったが、総攻撃直前の11月9日には最後まで、 砲兵陣地に立てこもっていたドイツ軍守備隊およそ4000名が降伏したのである。その後、党の各地で守備隊の降伏が続いた。第1コマンド旅団の隊員。1945年4月4日、オスナブリックにて。1945年1月、第1コマンド旅団は、ブラックコック作戦に参加した。この中で第45海兵隊コマンド部隊に、 参加していた陸軍衛生隊所属のヘンリー・ハーデン下級五長がビクトリア十字章を受章している。次に第一コマンド旅団が参加したのは1945年3月に行われたライン側の突破作戦であった。1945年3月23日有国からの激しい砲撃の後、旅団は第15師団及び第51師団と共にヤンに乗じて 奇襲攻撃を行った。当時、ドイツ軍は、部隊の大半を、米第9機攻士団の攻撃にさらされていたレマゲン、ルーデンドルフ橋に移動していた。コマンドスは、ベーゼルから2マイルの位置でライン川を渡り、ベーゼルへの攻撃に参加した。この攻撃に先立って、英空軍に所属する200機の爆撃機が1000トンもの爆弾を投下している。 深夜12時を過ぎてからコマンドスが町に侵入すると、校舎砲師団を主とする守備部隊の抵抗に遭遇した。これらの抵抗は3月25日までに沈静化し、市外の占領宣言が出された。ビルマの戦いの最中、揚陸艇から海岸を目指す第3コマンド旅団の隊員。1944年から1945年までのビルマの戦いの最中、 第三コマンド両団は、南部前線におけるいくつかの沿岸上陸作戦に参加している。これらの上陸作戦の中でも特に激戦として知られているのが、カンガウで起こった170高地の戦いである。この戦いで戦死した第一コマンド部隊員、ジョージ・ノーランド中尉には後に、ビクトリア十字章が授与されている。コマンドスは170高地での勝利から36時間後に、 日本陸軍第54師団の脱出を阻止している。これに加えて、第25インド不評師団の上陸と、第82師団の進行は、アラカン山脈に展開した日本軍を非常に不利な情勢へと追い込んだ。その後、日本陸軍第28軍の完全な壊滅を避けるべく、一時的に撤退する。その後、第3コマンド旅団は、 マレー侵攻計画に参加するべく、インドまで交代した。しかし、ジッパー作戦が実行に移される前に、日本が降伏すると、旅団は、香港に移動した。第二次世界大戦後、コマンドスは三つの海兵隊コマンド部隊と一つの旅団を残して解散した。二0 1年の段階で、イギリス軍は、コマンド部隊として、第三コマンド旅団を有しており、海兵隊及び、 陸軍の将兵から構成されている。他の英軍部隊にもコマンドスの影響が見られる。これは空挺連隊や特殊空挺部隊、特殊集艇部隊などに顕著である。第10、国際コマンド部隊に所属した国の中で、ノルウェーのみがコマンド部隊を編成しなかった。戦後、かつて同部隊に所属したフランス人義勇兵らは、海軍コマンドのオランダ人義勇兵は、 陸軍コマンド軍団のベルギー人義勇兵はパラコマンド旅団のそれぞれの母体となった。アメリカの陸軍レンジャーもブリティッシュコマンドスに起源を見ることができる。米陸軍レンジャー最初の志願兵は来たアイルランド中流部隊の兵士だったが、彼らはいずれもアクナキャリーのコマンド訓練本部での訓練を積んだものばかりであった。第二次世界大戦を通じて479名の コマンドスタインが様々な勲章を授与された。ここには8名のビクトリア十字章受章者が含まれる。将校からは37名のこと高勲章受章者が出ており、うち9名が複数回受章者である。また、先行十字章受章者は162名、うち13名が複数回受章者である。可視官兵では、主勲章受章者が32名。 軍事勲章受賞者が218名出ている。1952年、エリザベス王大号がコマンドス記念碑の設置を発表した。現在、スコットランドにおける永久建築物に分類されている。スピアンブリッジという村から1マイルほどの距離に位置し、この地点からは、アクナキャリー城を中心に1942年以降、構築されたコマンド訓練本部の訓練エリアが、 見渡せるという、ありがとうございます。